皆さんこんばんは。写真家の山口明弘です。ピアニストの横山達郎です。このラジオでは3月17日に開催するコンサートノクターンについて、主催のピアニスト横山達郎さん、出演されるアーティスト、僕をはじめ現場を支えるメンバーとともに、コンサートへの気持ちや音楽のことなどを掘り下げてお話ししていけたらと思っています。はい、第1回の今回はとはいえ初の試みということなので、どんなお話をしていこうか、タイトルって決めた方がいいのかななど、このラジオを始めるにあたって打ち合わせ時に出た話題をそのままラジオの紹介という意味を込めてお話ししていけたらと思っています。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ラジオ始まりました。始まりました。はい、うん、何を話していきましょうか。何から話しましょうかね。いっぱい話すことありそうですけどねまず何よりも、ラジオを使って、うん、コンサート前に何かをこう届けていくっていう試み自体が、おそらく初ですよね。そうですね、したことないですね。でもコンサートのために、そのコンサートのためだけにこう音声コンテンツを仕上げていこうみたいなのは初なので、右も左もわからないという状態で始まっているわけなので、実際このラジオのラジオ自体にタイトルをつけた方がやっぱり分かりやすいのかなとか、とでもそうですね、でノクターンっていうコンサートがある、そこに向かっていくということなので、無関係ではない、タイトルをつけた方がいいのかなっていう、そこは相談をしたいですよね。そうですね、どうですか。でもその先に音楽家としてコンサート始まる前にいろいろ話すっていうのはこう難しいじゃないですか。難しいですよね。そのコンサート前にまだ現段階で作曲してる曲もあるし、どういうふうにしていこうかっていうところも考えてる途中でもあるので、またその、どういうふうなことを話していくのかっていうのは、なかなか難しさもありますよね。でもなんか、やっぱりそのなんていうのかな、その日コンサートの当日に出来上がったものをパンとこう見えるっていうのももちろんいいんですけど、やっぱりその過程も見えるっていう、そういったこともやっぱなんかいいような気はしますけどね。実際僕も何度もこう横山さんのライブ、コンサートのフライヤーや告知映像を作っていく中で、他のメンバーも含みですけど、皆さん真剣にその何度も何度もリハーサルを重ねて、音楽を作り上げていってる姿を見てるわけですよね。はい、でその、途中僕も行ける時はそれを撮影したりって、撮影したりしてこう SNS に上げたりしてるわけですけど、やっぱりその温度感っていうのは、なかなか伝わりづらい、全部は伝わっていないんだろうなっていうのをすごい日々感じているので、そういうところがこういう、声を使ったコンテンツというところでもう少し、フォローできると嬉しいなと思うんですが、そうですね、とはいえ話してもね、伝わるかどうかは、怪しいは怪しいんですけど、そうですね、でも何かやらずにはいられないという、そういう気持ちですね。でもこう話してるうちに少しずつなんか自分の頭の中も整理できていくようなところもあるので、なんかとても僕自身楽しみですね。こうやって喋っていくことによって何か見えてくるものがあるような気がするので、
とはいえずっとこう話してると自分たちの苦労話になってしまいそうなので、こうタイトルなんかこうそこに向かって話を進めていきたいなと、うん、そうですね、思うわけですが、うん、どうですか、はい、その今回のクターンというか、その早速この話をしていいのか迷うところですが、うん、今まではノクっていうタイトルでやってたものが今回ノクターンということになって、はい、その言葉の強さみたいなものがものすごくこう強くなったなというか、うん、というところを感じるんですけど、そこに向かっていくこのラジオコンテンツの前にちょっと話せる範囲でいいので、うん、こうノツからノクターンの意味合いを聞いてもいいですか。そうですね、まあ、ノツっていう名前は、まあ、ポーランド語で夜っていう意味があるんですけども、まあ、最初一番最初はそのまあ夜をテーマにした音楽を作ろうっていうのは、まあポーランドであのピアノの留学してる時に、まあ夜の時間がまあ冬とかですね、すごくすぐ暗くなってしまって長いので、そういう時間にまあ聞く音楽、そういったものを作りたいっていうところからまあきっかけ始まって、でタイトルで最初夜がつくものを考えた時にやっぱりパッと夜奏曲とか、まあ、それがいわゆるノクターンになるんですけど、それも確かに浮かんだんですけど、その当時だから今から7年前ぐらいの僕はやっぱりそのノクターンってつけるには正直自信もなかったんですよね。まだなんかその、そしてその言葉として非常に大きいものを感じたので、もう少し小さいところから始めるっていうところで、まあ夜ノツっていう言葉で進めていって、でそれをやはりあのノツという名前では3回やったのかな、ノツ最初のノツとノツサイでノツシンバイオシスってやって、でその後にノットハーフォルトっていうちょっとソロでやって、またあのノツがつくようなポラルナがあって今回になるんですけど、まあ段階を経ていって、もうそろそろやっぱりそういう言葉をきちんと掴んで届ける、そういう段階に来たんじゃないのかなっていうところもあって、ノクターンというタイトルをつけたところでした。まあ、積み重ねでこのノクターンになったと。すごくこう印象的、今のお話で印象的だなと思ったのは、こう、うん、まだこうノクにした理由っていうのが、ノツにした理由っていうのがこう、まあノクターンというには少しまだこうね、うん、まあ度胸というのか、そうですね、うん、なかなか繊細なお話だなと思って、うん、やっぱり夜奏曲と名乗るにはそれ相応の覚悟がいるっていうことなんですかね。うん、そうですね、あとなんかねやっぱりそのノツの時一番最初の頃は